来たのが1999年ですから21年、22年目になりましたね。バンクーバーの暮らしはものすごい快適です。天気もね、湿気とかがないからすごい暮らしやすいですし、冬場がちょっと、まあちょうど今の時期なんですけど、冬場が雨が多いので意外と雪かなとも思われる方多いと思うんですが、バンクーバーはね結構雨が多い冬なので、そうですね、秋口から春先まで、雨で結構憂鬱な日々があったりもするんですが、まあ、その分夏とかがものすごい快適な、スカッと晴れて湿気もなく過ごしやすい場所なんで差し引き、いいです。いつかが全然覚えてないんだけど、クーガーが確か初めてバンクーバー遠征で、試合をやりに来た時ですね。試合中に椅子だったっけ、パイプ椅子だったっけ、椅子がギリギリから落ちた時だった。まあ何らしかのアクションにより、頭を怪我し、で、血流し出したんですね。で、主催者側もこれはやばいということになって、病院に連れて行かないといけないねとなりまして、でちょうど僕がね、まあ当然初めての試合の遠征だったんで、初めてクーガーの試合を見に行ってて、で、車で行ってたんでね、そのままじゃあ病院に連れてきました。で連れてった病院が UBC の大学、バンクーバーの大学の病院にしか空いてなかったのかな。で夜遅い時間だったから、BC 州、夜遅い時間だったんで大学の病院しか確か空いてなくて、でそこに遅い時間に、クーガーを連れて行ったわけなんですよ。でまあ頭の怪我だったんで、頭をちょっとこう縫ったりとか、処置をしてもらったんですけどね、終わった後にクーガーの頭を見たら、なんかスリートみたいな蛍光のグリーン、ビビッドグリーンみたいな人が頭にピーってあって、なんじゃこりゃと、えこれ怪我の縫った後って言ったら、ちょっとここですとか言うから、普通日本だったら目立たないようにというか、まあ普通黒か透明とかのね糸を使うんですけど、こう蛍光グリーンでピカーッとねこう目立ってまして、クーガーも なんだこれはみたいな感じになってたんですけど、なかなかかっこいい縫い目でした。まあそんなこんなで、多分日本じゃ経験しないような縫い目の跡を、見させていただいて、その時の写真とかないのかな。まあ怪我自体はね、かなり頭で血も流してて大変だったんだけど、その糸を縫ったでみんなで、そうなんだみたいなね、感じになったのを覚えてます。バンクーバーで、2000年からオープンしてます金太郎ラーメン、20周年を去年迎えたお店でして、もうずっと地元の人に愛されていただいているラーメンは豚骨ラーメンなんですけどね、味噌ラーメンとかスパイシーラーメンとかが人気で、地元の人にも愛されているラーメン屋をやっておりますので、バンクーバーに来られた際にはぜひお立ち寄りください。クーガー知ってますとかって言っていただけたら、何かしましょうということで、バンクーバーの金太郎ラーメンよろしくお願いいたします。